フェリシアンカカリウムは、ヘキサシアニド鉄酸カリウムのことであり、無機化合物に分類される、削煙の一種である。赤色の結晶、または粉末であることから赤血塩とも呼ばれる。組成式は、K3FE6。水によく溶け、水溶液は、黄緑色の傾向を幾分示す。フェロシアンカカリウムの溶液に、塩素ガスを通じると得られる。FE63 は、 水溶液中で電離しても排位子の CN が安定しているため、無機シアン化物のような毒性は示さない。ただし、光によって排位子の一部が乖離し、微量のシアン化物イオンを生じさせる。これは、排位中心の鉄イオンが光により鉄イオンへ還元されることによる。排位中心が鉄イオンであるフェロシアン化物イオンでは、この現象は起きない。 光帰りによるシアン化物音は植物や人などの脊椎動物では下毒能力がはるかに増るため無視できるが動物プランクトンをはじめとする水生生物では問題となりうる。これらの生物はシアンの毒性をより強く受けるからである。例えばオウミジンコの48時間 EC50 は 0.029mgL である。またアルカリ性条件下で フェリシアンカカリウム、過酸化水素、ルミノールなどの環状フタルヒドラジードを持つ化合物が共存すると発光することが知られている。光に影響される性質を活用し、写真の作成にコランより利用されてきた。また、酸化剤としての性質は、鉄や銅による朝食の際に使われる。フェリシアンカカリウムの酸化力を利用すると、金属銀を銀イオンに酸化させることができる。 これを利用して、中華カ,カリウムなどの適当なハロゲン解ンを含む、フェリシアンカカリウムの水溶液に、現像済みの白黒フィルム内芯芽芽芯をすると銀像が薄くなる。酸化された銀はそのまま中カ銀として塗布された、乳剤層のゼラチン中に析出する。フェリシアンカカリウムは、このような、再ハロゲン化減緑剤内芯漂白剤として、使いやすく、昔から白黒処理で使われている。 チオ硫酸ナトリウムとの混合物は、ファーマーの原力液として知られ、プリントやネガの濃度を減らすのに利用される。この場合、酸化した銀は、チオ硫酸との削退として、水溶液中に溶出するが、これによる脱銀は、不十分であり、ファーマーの原力液の使用後は、再定着をするのが安全である。また、チオ硫酸塩は還元剤であり、フェリシアンカカリウムと混ぜると前者が、 分解してしまうために使用液の保存はできない。また、原力作用もフェリシアンカカリウムと中華カ,カリウムの混合液を使う場合と比べて弱くなり余計な処理時間を要する。このため特別な事情がない場合はフェリシアンカカリウムと中華カ,カリウム液を使用して原力内し漂白処理をし、その後通常の最定着処理をする方が合理的である。 ファーマーの原力液のように、再ロゲン化タイプの酸化剤は、白黒の反転写真作成の中間段階における漂白剤としては使用されないが、カラー処理では、昔はネガ、リバーサル処理の両方で利用されていた。しかし、蒸気のような強い環境毒性により、70年代に代替物質へ切り替えられた。ドットエッチングと呼ばれる過程で陰影の部分から銀を取り除く。 酸化剤として用いられる。カラー写真の作成においては、ドットの数を減らさずに、ドットの小道を小さくさせ、色の補正を行うのに使われる。青字白線法の現像液として、青写真に使われる。無機化学では、鉄イオンの検出などに用いる。2価の鉄イオンを含む溶液に加えると、濃性食陳電を生じ、3価の鉄イオンの溶液に加えると溶液が褐色になる。 有機化学では、穏やかな酸化剤として使われる。生理学の実験では酸化還元電位を増加させる。目的にしばしば使われる。その場合、普通は、ア・ジチオン酸ナトリウムが還元剤として使われる。鉄や鋼の熱処理、メッキ、ウールの染色などに用いられている。ありがとうございます。